大水発大水発とは、平安時代の貴族女性の髪型。本来は、自然のままに髪を垂らした姿を言うが、肩のあたりで髪を、絵もっといで結んでその先を等間隔に、水引きで束ねていく、もっといかけ水発が、おすべらかしと呼ばれるものであった。江戸時代初期まではおおむねこの形であり、区外階級女子の成人式や、宮中の儀式の際には、 奈良時代の血髪の風習の名残で、前髪を上げて、タブサを作り串などを指していた。江戸中期引く後期にかけて、民間の血髪方法で瓶を横に張り出す形が流行し、それが宮中に取り入れられて現在見られるような形となっている。一般の血髪方法は、その後瓶の張りは少なくなっていったが、宮中の形はその張り出しを保持したまま今日に至っている。 現在では、このように横に張り出し、頭頂部にタブサを作ったもっと追いかけ水髪を型や、かの字などを入れて、ボリュームアップしたものを、おすべらかしと呼ぶのが普通で、女性皇族が伝統的な儀式に参列する際に十二単と共に、礼装とするほか、一般女性でも、結婚式の際にやはり十二単と共にこの髪型に、することがある。平安町の姫君たちの髪の長さは、 背丈くらいあった。当然、これほど、長い髪を維持するのは想像以上の労力を使う。毎日米の研ぎ汁などで潤いを与えながら串削り、眠るときは枕元に置いた、浅く広い漆塗りの箱にトグろを巻くようにして、入れておく。入浴は期日を避けて行われていたため、髪が洗えない日などは匂い消しに鼓を入れた枕に、髪を巻きつけていた。 風呂に入っても乾かすのにかなりの時間がかかるため宮中の女房たちには二日間の先発休暇があったほどであった。髪を伸ばすことが女性たちの義務であったための装置であったが、そのためどれほど鬱陶しくても髪が伸びて不揃いになっても切らずに髪の先だけを削いでいた。彼女たちは2、3歳頃までは髪をすべて剃り上げていて髪置きの儀から髪を伸ばし始める。その後は、 自然に伸びるに任せておいて、一定の年齢になったところで吉日を選び現代の成人式にあたる瓶そぎで髪の先を揃える。普通、千尋、千尋と唱えながら髪を削いでやるのは、父川二の役目だが、源氏物語の紫の上と光る源氏のように、婚約者が手ずから明日の花嫁の髪を整える場合も、あった。この儀式を過ぎた後は、各人の好みによって、 額や頬のあたり、肩のあたりで髪の一部を揃えることもできた。この短くした髪も、瓶そぎという。ただし、これは活動しやすくするためではなくて、単に揺れる髪で用紙に、華やかさを添えるためのもので、足しなみのない女房などは忙しい時はさっさと肩で、そいだ髪を、耳ばさみといって、耳にかけてしまう。ただしあまり頻繁に、 耳ばさみをしていると行儀が悪いとされて嫌がられた。また、髪の薄い人や、年を取った人などは、かの字と呼ばれる入れ毛をして、定裁を整える。老女の場合は若いうちに自然に抜け落ちた髪を、取っておいてように当てるが、生まれついて、髪の薄い人の場合は、他人の髪を使っていた。こうして見事に伸ばした髪も、夫に種別するなどして出家した時には、甘そぎといって、 すべて肩のあたりで切り揃えてしまい、その後は子や孫に囲まれて、華やかな衣装や縁とは無縁の静かな一生を送ることとなる。女の命と大事にされた黒髪も、下級の際には単なる邪魔者でしかない。酒で腐った衣をまとい、髪を剃り上げて、カツラにすることで、屈強の武士から逃れた、サホビメの物語は伝説だとしても、 壇の裏の戦いの際、受水した女性たちが長い髪をくまでで絡め取られて、捕虜となったように、髪を捕まえられると、闘争や抵抗が難しくなってしまう。鎌倉時代には淡水発といって、せいぜい腰のあたりまで垂らした髪を一つにまとめておく、髪型が自助などに行われるようになった。後には、こちらが主流となっていく。さらに身近なカツラめやおはらめといった、 自ら立ち働く庶民の女性たちは、髪を何箇所かに分けてくくって、頭の周りに巻きつけてから手ぬぐいをかぶった。安土桃山時代には、遊女などの間で、欠髪の慣習が復活し、行為の女性や、神社の巫女を除いて水髪は、廃れていった。ありがとうございます。